皆さんおはようございます。インダーメラクはティンダです。加藤達也さんの存在ます。サウスポーとして中継ぎ左のワンポイントで起用したピッチャーでございます。はい、確かにね、変化球はそれほど出されないけど手が込んでるピッチャーです。はい、ただ腰痛の影響